普段はもう家にいて子どもと遊んでたりとかあとは公園ととか行っていることが多いですねもう今もやっていてえっと前のお家には結構果物が植わってたんですけどこっちはあの金管が植わってるので今それを。 かかできないかない、えーまあ普段はそうですねあの子育ては結構中心になってきて、まあ、子どもと遊ぶことが大きなあの僕の役割でもあるんですけどあとはあの薪をすごく多く使うので薪、まあ、を切って山から木を切ってきて薪割りしてっていうような作業をしたりですとかうんそうですね夏は海行ったりあの冬は温泉行ったりというのがあの伊豆の暮らしですかね、えっと、子どもが2人いまして。 まだ、えー、と年齢も小さいものであの子ども相手の毎日が基本的には毎日毎日日続いている感じですけど普段ですね本当もう仕事を辞めてこっち来たもんですからもう,もう日がない一日ぼんやり海行ったりまあ夏の場合はねあの潜ったりカヌーやったりとか、まあ、あとはあの畑がね あの東京の方でも少しばっかりやってたんですけどこっち来て、まあ、まだす少ないんですけども結構野菜作りがあの日当たりがいいものですからかなりいろいろ収穫取れできたりして、まあ、畑仕事やったり近くにあの共同湯があってその会員制の共同湯で最近はもうほとんど毎日のように温泉行って帰ってきてビール飲んで昼寝してもうほとんどしょうもないですね。<laughs>